ペコペコです。うっす。ありがとうございます。じゃあ行きましょう。なんかもう今日は二人がいらっしゃるって豊洲の奴らに俺がいっぱい吹き込んできたら、すっげー山ほど魚来てるんで。何ですか。綺麗ですね。ね。ちょうど2年ちょっとですね。はい。お年ですね。失礼します。今日ラオスの白子。そこにあの江戸川で作ってる天下部っていう株のすり流しで、その上にちょっと今季節なんでセリと、その天下部の葉っぱ、あったかいんですか。ちょっとあったかいところね、入れた方が胃が温まって、はい、次はこれ、まいずれよいしょよいしょ、はい、寿司屋通りって言ってくれるように、はい、お寿司屋さんがもう軒連ねてる、今全然ロックに行くわよ。よそから来た方がみんなご紹介してる。40年前来てくださって生まれた時に、うちの両親が40年前に聖馬館伺ってきてしたんです。あ、じゃあ血は繋がってないんです。3代目と4代目って。そうなんですよ。結婚して入ってる。今日青森のヒラメ、その今ちょうど手前に小皿に乗っけてるんですけど、はい、下田で塩作ってもらってるんですよ、はい、でこれ元旦に作った初釜の、塩、これ全部うちはシャリもその塩と酢だけなんです。それでヒラメも軽くだけね塩で脱水してます、はい、おいしい。おはようございます。タルフィのタイは明石の東側、明石海峡を越えたところで取れるタイなんですけど、実は昨日その代理さんっていう沢井さんのいる魚屋さんの社長が来て、自分で食べたいプラス今日は食べさせろと。それだけで、はい、ただ取ってるって予報も全然違って、はい、言われたらやっぱりちょっと刺し網とかなんで、分かっちゃえ、確かにちょっと食べ慣れない言い方が半端なかったですね。余韻が面白いという。ちなみにそのタコは、東京は千葉竹岡。あ、いやそれは本当で、その本のはあれはあの本当です。いや、それはもう全然違う。最初に美味しい。昨日函館から送っていただいて、今新幹線で送ってもらったんですけど、今日白子というのが粒が関係ない。江戸前の穴子、さっきのあの竹岡のすぐそばなんですけどね、次の穴子をうちで軽く5時間ぐらい干して、こっちが美味しい。やっぱ穴子には広島のレモンが相性いいので、結構テンポ多いですね。テンポ多いですね。はい、いやなんかみんな全然江戸っ子かなと思って。全然いいですよ。あと、味噌の酸味っていうか、ここです。ここですか、白。いや、白さっき。文豪水道、好きのトラフグです。今回ちょっとね、白子が欲しくておろしたんですけど、身も良かったので。で、ちょっとこれは、僕が少し厚めに切ってるんです。はい、で、その自家製のポン酢もちょっとね濃いめにしてあるので、ちょっとつけて口の中で口の温度になるまで咀嚼してください。はい、頑張ってみてください。それでいい。だからやっぱ美味しかった。次はないんですけど、寿司屋に出てくるからいいかなと。高すぎるもんね。高すぎますよね。カニもそうですけど、握り粉って言って、はい、箱立てでうちが魚を売ってもらっている漁師さんが作ってる、年末に取れたニシンで作ったカツの子。はい。仕上げが今日は煮浜にしてるんで。そうですね。今年はうちはお歳暮は全部アイドルペンチの餃子にしたんで。あ、本当ですか。
日々の冬にちょっと効果が効きすぎてから抜いても効いちゃいます。だけで割ってるんです。で、それをずっと継ぎ足し。すみません、お茶いただきます。あ、カスペさん。でかいですね。はい、これもあの沢井さんのところの社長がスペシャルで、沢井さんめっちゃ絡んでくる、はい、沢井スペシャルで分かりました。何回出てくるんだけどこれイサキいいやつだから出しとくからって言ったら全然良くなかった。おお、すごいですね。まあ飲み物みたいな感じです。知ってました、ニュースでやってて、こっちがシマエビ、こっちがオニエビ、漬けにしてあります。また変わったを閉めました。で、その前にサバは一度冷凍かけます。あの感じだと僕の中では入れてる感じがないです。こっちこっちって。失礼します。まあ、彼女たちが苦しまないこれマジ1週間以内にできる組織できるんで、あえてやんないだけ。そこからつけてるツナカもずっと100年以上継ぎ足しなので、いい味が持ってきてるというか。気仙沼なんですかね。いや、違うんですか。いろんな種類がありすぎて。そんな島がいっぱいあるんですか。あるんです。わかんないかもしれない。あいつら、定置あるんですね。あります。ちゃんと用意してあります。マグロは大好きなんで、いっぱい食べてもらおう。寿司の腹ですから。野付半島の小柱です。このサワイスペシャルですで、海苔はあのうちが特注で作ってもらってるパリパリ海苔なんで、絵にもよく合うと思います。あれ、おぼろしでしたか、はい、もうさっき皿乗っかってるのもないかな。ちょっとお皿出してくれる。酢の感じがいいです。酢の感じがいいです。48キロ
試合入しの中トロなんですけど、まあ、ちょっと赤身の捉えて食べていただけたぐらいの方が軽いところで。綺麗ですね。素晴らしいですね。やっぱり天地ですね。味、香りがやっぱり天地の日本海のまずは香りを楽しんでいただいて、この後ちょっとコースの背を赤身の漬けとちょっと背トロ行くんですけど、やっぱりちょっと太平洋側はちょっと南のマグロっぽいなっていう獣さがあるんで、これコースの背の漬けっすね。そこが入り込めない。全然違いますね、テイストね、はい、なので、こっち食べてからテイストいっちゃうと、ちょっとそうですね、順番が良さが繊細な、こっちならちょっと動物的というか、ちょっとそうですね、なので赤身も、まあ、昨日継ぎ足しの時に来て、また良さがありますね、はい、やっぱ油とこのワイルドがそうですね、これ函館大きい腹髪ですね。マグロは本当に握りが一番うまいじゃないかって。その通りでございます。シャリの温度も1個前から変わりました。そうですね、ちょっと油のあるところはやっぱちょっと熱い方が。こんなに今日マグロ食べると思わないです。本当ですか。僕はマグロ中心に考えてるんで。フグの白子です。ちょっともう少しお酒いけるかなと思ってたんで勝手に用意しちゃいました、はい、でちなみにめちゃくちゃ熱いのでちょっと上箸でつまんで食べていきながら残ったら海苔で巻いてください。いきなり海苔で巻くと火傷してしまいますので。めっちゃ熱い
酔っ払ってますもんね。40杯目ぐらいです。いや、わかります。なんか飲みたくなること。白子も美味しいですけど、海苔も素晴らしいです。ありがとうございます。これもあのうちスペシャルで丸山さんに作っていただいてる、丸山さん、ね、4代目だから歴史があるから、パイプがあるんです。色々パイプついた丸山さんの先代まではあのうちの電話は会長に時間に繋がるっていう電話だったんで、その時は何も言うことなかったんですけど、新潟です、はい、インドで。でも大将ゴリゴリ自分で攻めてますもんね。いや、もうなんか美味しくない時は美味しくないって言なんか海苔巻き食いたいですよ、最後。あれじゃないですね、やっぱりかんぴょうが先から。なんかかんぴょうのおごろっていうか、私はおごろ巻きかかんぴょう巻きが、あ、わかりました。いただきたいです。はい、入れてやりますか。はい、おごろ、ね、ちょうど今今回芝居日いいのが入ったんで、新年一発目のアナゴですね。一発目、嘘です、すみません、2回目です。ユリの相談、ユリの相談は一緒で、昨日のところじゃないですか。もうずっと荒まさでいきますね。今日は攻めます。はい、他のものもあるんですけど、せっかくなんで。昔から変わらない味です。カステラの方も、じゃあ今日は芝居日で。相当空気感強い。ほぼ空気力。ほぼ空気。はい。大将、ずっとどの辺で修行されてたんですか？僕ですか？僕は寿司屋じゃないんです、もともと。あ、そうなんですね。それだったら、はい、イタリア料理。あ、そうだね。もともとは一番最初、生花生産だったので。寿司屋になろうと思った。言えないでしょ。言えないですね。神様と結婚してたら、言えない感じですね。よろしく。皆さん、修行を集めますよ。食べましたね。修行は、ここでしか僕はしてないので。あ、分かる。もうこの時点でいい香りしますもんね。それはいかないよ。このシャリまとった時の余熱が15万の儲かり、15万かける20だったら俺ちゃで3、はい、緊張した大将、今日緊張してますよね。全然喋ってないそりゃそうですよ、多分緊張しない人はいないと思いますよ、この業界で。二大巨頭ってことですよね。自家製のプリンです、はい、卵の卵でそのままプリンに突入です。おしぶりもあったらしい。ありがとうございます。大寿司のこれで、こんな方で、うん、9月だけが100円だった。やっぱり伝統だとか歴史だとかそういうのに寄りかかってると、いつの間にか置いてきぼりになっちゃうし、
そうかと言って一番新しいことをやってるとあっという間にまた一番後ろになっちゃうし、なかなか難しいですね。だから今日の仕事の中でも絶対残してほしいのがいつかあるし、いくつかあるし、で昔だったら考えられないけど新しいことをやってらっしゃるのもいくつかあるし、だけどあんまりこうフリーズだとか上に盛る、まあ、の持ってなんかすることはないんで、私はやっぱりそういうの好ましいな。酢飯良かったですね。美味しかった。酢が飛ぶこともなく、これだけ美味しい酢飯って僕がこのところ食べた中では10軒ぐらいしかないね。わずか札幌からやっと今日眠れるわけ博多まで食べて本当に。いやこれあのうちお米は新潟の生え抜きなんですけど、それを粒のでかいところだけ寄り抜いてもらって、精米を米とぬかのこの間のところ一番おいしいところを残してもらってるんですよ。だけどそこって電気とかで炊くと全く炊けないので、うち羽釜で炊いてるんですけど、火力がやっぱ大事なんですよ。今ギリギリのところまで火力攻めてて、しくじると焦げる、焦げたら使い物にならないんで、お茶は最初のお茶はギリギリ合格点なので、怖い、怖い、なかなか合格点でもとてもいいと思うんで言うんですけど、酢飯をどうやって掴むか、実はそれが一番大事です。炊き方も粒も何も合格点。今度 どの指で掴んでるか、マジです。動画撮ってるの見てご覧ください。あ、僕の声は入ってないですよ。めっちゃ入ってますあのゴルフか野球されますか？え、ゴルフやります。ゴルフでは指はどこが大事ですか？小指と、うん、小指ですね。そうですよね、はい、まあ中指、はい、薬指、小指じゃないですか、はい、バットも、はい、ね、はい、お寿司の酢飯をつかむのもそうなの。だいたい僕が見ると100人中90何人はここでつかむから時間こうですか、お団子にするからすごい時間かかるんです。だから小指に引っかかるか引っかからないぐらいなんだけど、ここでシャリダメを作ると早いんですよ。で僕が思うにはもっと早い、先代の宮古の親方はむちゃくちゃ早かった。温度がとっても大事だし、お魚は生のもんだから、なるたて早く掴んで、なるたて早く離して、形が昔から扇の地紙の形に握れって言われてた。だからこんなになってるのはダメなんですよ、上のマグロが。ああなるほど、あこうなってるやつはダメ、バランスが。あで大体柵取りってあの、ね、二寸五分か、はい、二寸五分になってる、はい、っていうことは下先三寸っていうじゃないですか、はい、そこに一貫がすっぽり入る大きさに江戸前ってちゃんとできてるんですよ。だからなんかね、テレビでよくわーみたいな、アナゴ一本握りみたいな、ね、バランスめちゃくちゃ悪いやつだと思いながらで、つまりここを使うとわさびをつけるときに、ここでせっかくシャリ玉を作ったのをちょっと下げ、意識的に無意識に下げると崩れちゃうんです。あそうするともう一回ここで握り直さないで、ここで掴んだ人はほとんどもうシャリ玉ができてるから、わさびをつけてポンって、もう宮古の先代の親方は置かなかった。温度、温度が変わってくるってことですか？なるたけ早く。いや、なんで職人仕事って何でも最短距離で自分の行きたいところに到達しないといけないんですよ。毎日やってんだから。結構の話面白い。だから僕は失礼だけど、本当に来たから一番酢飯の、食べたら酢飯なんだけど、握るまででもうほとんどこの方はどんな風なことを考えてお寿司握ってるのかなって分かっちゃう。店長は合格、うん、合格、うわ、うん、まあ、さすがやってくださいね。やべえ、大将すげえ、今日俺飲んじゃうな、だからあの終わったからいいですけどすっげえ怖いっす。震えてたよね。やるっすよ、震えてたよ。言われてから言われるのもめっちゃ緊張しますよ。あれ僕数言わないで帰っちゃうもんね。そうなんですよね、言わないですよ。なぜ言わないかっていうと、二度行かなくていいんですけども、はい、言ってしまうとまた来なきゃいけないじゃないですか。やった、直しましたよ、あそこなんで来ねえんだって思われるの嫌だから。松井宏さんが饒舌になるときは大体美味しいときですからね。そうすごい、何にも言わないですから。山本さん食べてるときに二人とも喋らないじゃないですか。いや、怖い、真剣なんですよ。俺も緊張、どう突っ込んでいくか。昔あの寿司は小肌、女は持ち肌ってずっと学んできたんですよ。正解じゃないですか。そうですか。
うん。